ここ数日パパが肩と腕が痛いと訴えるのでマッサージをしてあげることにしたんですが、悲鳴を上げるパパを心配して柴犬豆が近づいてきました。角度がなんか良くないの。すると会見春江も登場。こうか。こっちよりはこっちの方がいい。腕がもうやばい。肩も当然あとは思うけど、もう今腕自体が痛くなる。家族の声を聞くと必ず駆けつけてくれます。しかし春江はパパの声の調子を聞いて問題なしと判断。わざと大声を出しても無反応ですが、腕のかかとパパが本気の悲鳴を上げると、パパを心配して駆け寄る春江。家族の心配とそうじゃない時の反応が全然違う。どうやらわざと出す声と本気であげる声の違いを聞き分けることができるようです。実は以前も夜中、春豆と私とパパで寝ていた時、パパがベッドから落ちてしまい、その音にびっくりして目覚めると、誰より先に春江がパパの元に飛んでいき、匂いを嗅いだりコロンと寝転んだり必死で安全を確認していました。そんな春江を可愛いなぁと思いつつ、そっと目を閉じたことがありました。家族に異変を感じれば真っ先に飛んでくる、そんな春江を誇らしく思います。そして豆もそんなお姉さんの姿を見て、家族を心配するようになりました。とここで娘が豆を散歩に連れ出すことに。豆は散歩の時ハーネスをつけようとすると、なぜか毎回逃げ回るので、私の声を聞いて豆をしばきに春へ登場。どんな時でも豆を守ろうとする春江なのでした。日頃の恨みを込めて、最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。はるちゃんもママのマッサージに来てるけ。次は私の番よ。あれパパの方が優先だって。